真田十万石の侍たちも幕末の志士も、この町でたくさんのことを学んできた。昔から今まで歴史の糸が長い時間をかけて紡がれてきた。松代は学びの町、自然と文化、そして歴史があなたにも何かを教えてくれるはず。俺もお前で、あ、おい、取っちゃった、おい、俺だったら取っちゃった、ごめんなさい。昔の暮らしと今の暮らしが待っています。いらっしゃい、学びの街へ。